猫のねるちゃんの便検査で、これは、便とあったかい生理食塩水を混ぜて400倍に拡大しています。そうするとこのレベルまで拡大すると細菌が見えます。長細い細菌と丸い細菌と、でもこれがだいたいバランスよく入っていればいいと思います。だからだいぶ良くなって、またちょっと長細い方が多いかもしれないけど、だいぶいい感じになってきてます。あとあんまり動くとね、特に長細いのがあんまり動くと、それは活動性大腸菌でちょっとそれは悪玉菌なんですけど、まあだいぶいい感じになってきてますね。それからあとこの倍率で原虫ジアルジアトリコマンスがいると、この画面を横切る動きをする原虫がいるんですけど、いないと思います。はい、次100倍、40倍で、この倍率で線虫の卵がいれば確認できます。でまあいません。であと浮遊法があるんでね、そちらでまた詳しく見ます。便の未消化反応、炭水化物の未消化反応があると黒っぽくなりますけど、もうここは違うもんな。いい感じですね。ちょっと一部この辺がちょっと黒いかなと思いますけど、まあ、全体的にはだいぶいい感じになってますね。はい、次脂肪。脂肪の未消化反応があとちょうどここに、こんな風に便の中がこう赤い色になってくるんですけどね、そこを見ていきます。まあこれが便ですよね。なさそうですね。はい、脂肪の未消化反応も、それから炭水化物の未消化反応もほとんどなくなりましたね。はい、最後浮遊法。これが時間かかるんですけど、便をもらった便を比重の重たい液体とよくかき混ぜて10分放置すると、もし卵があると上に浮かんできます。これが検出率が高いですね。そうすると丸い輪郭のしっかりした丸いやつを探すんですけどね、丸いやつ、それから楕円形、それから丸のもっとちっちゃいやつはコクシジウムっていう原虫なんですけども、まあいないですね。もういればだいたいさっと見て いるんで、まあ一応全部見ていきましょうか。そうだね、この子ってここにかかる前に抗寄生虫薬つけてますよね。2回ぐらいつけたんでしたっけ。2回つけました。あの垂らすやつ、はい、首に垂らすやつ、うん、あれがだから線虫からキャットコンボ、ネクスガードキャットコンボだとサナダムシも予防治療してくれるんですけど、はい、寄生虫いません。ありがとうございます。はい。